っとさ、今日は2020年の令和2年8月23日日曜日になります。妙見チャンネル、妙見です。そして天野ひなと一緒に天気のこの世界観を体験してきたアノニマスですというわけで今日は何の日だ。定期的に来るやつです。今日は処暑です。処暑っていうのは24節気の一つで14番目にあたります。現在広まっている定期法では太陽光景が150度の時の8月23日頃、立秋の8月7日と白露の9月8日頃の中間にあたる期間としての意味もありますよって。この日から次の節気の白露の前日までであると。西洋占星術では処暑が乙女座の始まり、暑さが止むという意味から処暑と言われ、厳しい暑さを通越して落ち着く頃であると。最近そうでもないですけどね。昼間はまだ残暑は厳しい地方もあるが、朝夕には涼しい風が吹き始めると。あ、吹いてたね今日。暦便覧では陽気とどまりて初めて退きやむとすればなりと説明してますと。この時期は秋の台風が訪れることが多く、この日は台風が高い確率で襲来するとという得意日ともされてます。というわけで8月23日誕生日の有名人、もう完全に君の方だ、ジェームズ・コバーン。ジェームズ・コバーンね、ジェームズ・コバーンはね、荒野の七人に出て、分かりやすく言えばナイフ使いです。あ、ナイフなんだ確か、うんうん、ナイフ使いです。で、当時吹き替えやってたのが小林清さん。ほうほう。で、次元のモデルはこの人なの？ジェームズ・コバーンです。あ、そうなんだ。ジェームズ・コバーンのスタイルで、ほうほう。で、あのルパン三世のアニメがあるときに唯一声優が決まってた、ある意味次元はこの人しかいないっていう決まってた人でもあります。そのモデルですね。あ、すげえなおー、というわけで今日8月23日誕生日の歴史上人物、この人ももう超有名っすよ。ルイ16世です。有名も有名だよね。あなた踊りがルイ16世みたいよっていう風に言われるんだよねどういう意味か知ってる？わかんない。どういうこと？下手くそってこと？そう、ルイ16世は下手だったと。あはは、うん、そうなんだ この人ブルボン朝第5代のフランス国王ですと。ルイ15世の孫で、王妃は神聖ローマ帝皇帝のフランツ1世と皇后マリア・テレジアの娘のマリー・アントワネットね。在位中にフランス革命が起こっちゃって、1792年には王権を停止させられて、翌年処刑されておりますと。フランス最後の絶対君主にして、フランス最初の立憲君主でもあります。1791年憲法に宣誓して以降は称号はフランス国王じゃなくてフランス人の王ってなるらしいよ。ちなみに、というわけで今日8月23日誕生日のアニメ漫画キャラクター、あんまり知られてない、ストライクザブラッドから相葉浅木。知られてないよね。ストライクザブラッドに出てくる、まあヒロインの一人、ギャルみたいな子で電子戦がめちゃくちゃ強いです。この人ハッカーとかやらしたらとんでもないことになります。というわけで今日8月23日誕生日の方おめでとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた。